ダメですかね。でもあんまり個人的にしたいなっていうのがこうあんまりないんですけど、うん、なんかやっぱこう戦って光栄だなって、この人と戦いたかったとか、はい、そういう人となんかこう戦うのがすごくやっぱり好きで、谷原さん僕もそう思ったんですよ。あ、そうなんですよ、ね、や, ですやります今日酔っ払った方が面白いじゃないですか。でも憧れの一人であります。憧れの一人であります。酔っ払ってやった方が面白い、うん、やっぱり僕が20代の頃ずっとやっぱりライジン、ライジン当時はライジンないですよ。プライドとか、プライドをねとか、なんだろう、ドリームとか戦国とかで全然出てこないじゃないワードちょっと出てこないですけど、でもその中でずっとトップ戦線でやって、キッド選手にも戦ってキッド選手も勝ってる、はい、もう伝説的なファイターなんで、でもやっぱ僕は年も近いんですけど、僕はその時ずっと追いつけなくて、ずっと届かなかったのをやっぱりこう高30後半になって、ある程度知名度というか、そうやってこう飲んでくださいっていうところに、まあちょっとたどり着けたっていう思いがあって、いいですね、はい、やっぱ近くに行ってこう仲良くさせてもらってるんですけど、やっぱそれでもやっぱり遠い存在だった人たち、うん、仲間でありライバルですか、はいはい、でもありえなくはないってことですよね。今後会見は一緒ですか、ね、会見も一緒ですよ、うん、こうやって交流があったりすると試合の話が来た時どうするんですか。僕は別です、うん、僕は別です。宮田さん、宮田さんもそう言ってました。あの仲間は仲間、試合は試合、うん、なんで友達でもやるときはやるということですか、はい、でももともと僕もカイクもやってますからね。でもあの時ここでやりましたっけ。いや、ないです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 よ、そっからですよね、そっから、そっからですよね。でも俺今庄司さんとやれって言われたらできないです。あ、おっしゃってますよね。絶対できないです。殴れない、もう殴れないです、うん、